昨年に引き続きまして、チームキクナスノフの監督を務めさせていただきます土屋拓司です。昨年は、新生チームとして、参戦してまいりましたが、2回の、ジャフグランプリを、含めますと2回の2位表彰台という、成績でした。当然我々の、2年目の今年の目標は、優勝とチャンピオンしか残されていませんので、ターゲットに対して、シンプルにそれを取りに行くという体制を、用意したつもりでございます。まず簡単に紹介させていただきますと、チーフエンジニアにマカオグランプリも、優勝を獲得したことがあります山田健二エンジニアで、チーフメカニックに、フォーメニポンの、チャンピオンも獲得したことがあります、森内誠二、チーフメカニック、この2人を押しまして、参戦していきます。何よりも我々が、歌手というターゲットに、一番近づくために、必要だった、ドライバーですが、今年はロイク・デュバル選手を起用いたします。ロイク・デュバル選手の、戦績を簡単に、紹介しますと、2006年に、日本に、来まして、そこから GT500 クラスと、フォーメニポンクラスに、参戦して、2009年度はフォーメン日本のチャンピオン、ドライバーズチャンピオン、2010年度に GT500 のドライバーズチャンピオンを獲得するという実績は申し分ない、ドライバーです。彼の、ドライビングスタイルはとにかく、アグレッシブで勝ちに貪欲な、そういった走りでその魅了する、そういったタイプだと、思います。そういったドライバーを獲得したことによって我々もシンプルに、勝ちを狙いに、いきたいと思います。それで今年、キクナス石油、創立40周年ということで、テーマがですね、スピードオブベーシックス、日本語で言うと原点回帰という、テーマで、参りますが、チームとしても、シンプルに、レースは何たるかというものを考えますと、勝ちに行くっていうのがレースの醍醐味であり、一番の目標であります。それに対して我々は今年とにかく勝ち、そしてチャンピオンに向かって突き進んでいきたいと思いますので、皆さんご声援をよろしくお願いいたします。 I just wanted first of all to thank the team and our partners for giving me the chance to get back in Formula Nippon after one year that I didn't do it. It's going to be really exciting for me, really tough probablyBut it's a new challenge. I'm really happy to defend the team memo for this Formula Nippon Championship this year. Definitely, I will try from the beginning to get back in a good pace, and why not to give as much as podium, win, and maybe to win the championship also, which would be perfect for this year to get back in the championship and win for Toyota and Team Lemon. So thank you for coming today and we'll do my best this year to win this championship. お願いします。お願いします。どうもありがとう。